はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。11時をちょいと回りました。1月は31日ですね。今日で終わりでございます。水曜日、日が照ってまして、今日はちょっと暖かい、でも千代田区8度ですね。この部屋は15度ですか。なんか今日は朝来るとき、あれ今日ちょっと暖かいと思ったんですけど、そうでもないんですね。データだけ見ると、データとか気温見ると。さて、日経平均はどうでしょうか。マイナス179ですか。まあちょっとちょい下げですね。ドル円 147.6 テロとそんな変わらないですね。ハンセン下げてますね。159。まあね、下げてますね、これね。原油 77.53。ドルウォン1333。まああれですね、今日は朝からちょっと押されてるんですか。1329あたりから始まってましたからね。ちょっと押され気味ですか。はい、本題はそのウォンの国ですね。サムソン電子の決算がもうですね、出てきたみたいですね。早っ確か12月末の締めなんですよ。約1ヶ月でいくんですね。日本より大体半月は早いですね。半月以上早いかな。大体日本は1月半ぐらいですね。リミットが2ヶ月ですから。で、連合ニュースですね。向こうの通信社。韓国のサムソン電子が31日発表した2023年通期の連結決算によると、本業の儲けを示す営業利益は6兆5670億ウォン。日本円にすると7271億円ですね。で、前年比 84.9% 減少。まあね、それでもね、7271億円あるんですよ。だからマザー踏ん張ってますよ。これがね、赤字になったらえらいことですよ。利用利益はね。売上高は同 14.3% 減の258兆9355億ウォン。純利益は 72.2% 減の15兆4871億ウォン。なんか純利益がね、営業利益より、なんか高いような気がするんですけど、なんでみたいな。あれですかね、いろいろ入ってくるんですかね。いろんな、プロダクトを売った以外にですね、営業利益以外に入ってくるんでしょうね、きっと。で、15兆もあるということはですね、すなわち 1.5 兆あるということですから、また大したもんやんという感じですね。ちょっと飛ばしまして、ですね、部門別で見ると、半導体事業を担う、デバイスソリューション DS 部門は2兆1800億ウォンの営業損失を計上、つまり赤字なんですね。半導体部門は赤字と。これね、これね、売上高は21兆。いわゆるね、21兆でしょ。全体の売上が、あれ、売上は21兆、258兆だから1割弱ですか。まあ主力とは言えないんでしょうね、じゃあ半導体が。ただそのですね、まあサムソンといえば半導体ですよね、我々のイメージは。そこでですね、赤字をこいでるっていうのはやや深刻かも分かりません。で、どうでしょうね、ここにはいいこと書いてあるんですよ。半導体メモリの減産効果が本格化して価格が下げ止まり、半導体事業の赤字幅は前四半期に比べ大幅に減少した。しかし1、9月の赤字を含めると年間の赤字額は14兆8700億ウォンって、結構な赤字ですね。DRAM は在庫は大幅に改善され、赤字に転落した1、3月期から3四半期ぶりに黒字転換を果たしたと。それはよかったやんと。まあ以下書いてありますけども、サムソンの業績にですね、こう、陰りが出始めたという感じですね。まだね、これ全体的に赤字を食らってるわけでもないしですね、そんなに、今すぐどうのこうのと心配するレベルではないと思います。
ただですね、今後これが改善していくんであればですね、まあ頑張ろうねという話になるんですけど、改善できるかどうかということで、サムソンの売り上げのほとんどはですね、海外で稼いでると思うんですね、国内よりは。で、海外でもですね、主には中国、アメリカだと思うんですけども、そのまあアメリカは悪くないんですけども、中国がですね、どんどんこうですね、中国への輸出が多分減ってるはずなんですよ。ここには書いてませんけども。で、その傾向っていうのは、今後その逆転はしないと思うんですね。また増加に転じるということはないと思うんですね。でも、たとえ中国経済が多少良くなっても、国産へと移っていきますから、中国は。で、もちろんサムソンの工場もあるんですよ。サムソンや SK の工場もあるんですけども、国産へと移っていくんで、あんまり中国のマーケットを今後当てにできないとなるとですね、まあどうでしょうね、カテゴリーが多少違うとはいえですね、台湾や日本の企業と今後ですね、競合していくんではないかなという気はしますね。なんでですね、明るい見通しを立てたいところなんですけれども、ちょっと頑張らないとですね、厳しいんちゃうかなという気はしますね。でサムソンってですね、サムソングループを合わせますとですね、GDP のですね、1割とも2割とも言われています。で、財閥だけでですね、もう GDP の半分以上稼ぐというふうに言われてるんですね。なんやねっていうことで、まあ、そういう国ってすごいですね。なんで、韓国の景気はですね、財閥次第と、それもサムソン次第というようなところがあってですね、サムソンが陰っているということはですね、お隣さん全体がドヨンとしているということになります。今後ね、心配なのはね、国内でガタガタするっていうことなんですね。お隣さんいかんせんですね、その、倒産やですね、個人破産が多分急増してるはずなんですね、足元で。それがですね、サムソンの業績にも悪い方の影響をですね、与え出したりするとですね、よーっとまずいなという気はしますね。結局ですね、サムソンがイコールコリアみたいなもんですからね、勢いよくわーっと言ってる時はいいんですけどですね、勢いがこう、現実でしまった。で、このままですね、減速して、来年か再来年あたりに赤字やみたいなことになるとですね、大丈夫、お隣みたいになっていくわけなんですよ。まあ、日本はあんまり関係ありませんね、急いで。サムソンが何か日本に物を売ってるというのはあるでしょうけども、そんなに大きくはないと思いますんで、日本とはあんまり関係ない話であって。まあ、お隣がね、故郷はどうしようかね、日本は基本関係ないんですけどね。言うてくるんですよ、お隣がこけると助けてくれっつって。それで喫茶みたいに騙されやすい人が時の総理やと騙されてしまうんですよ。ああ、んでお金貸してあげるっつってやらんでええっちゅうの、それはほんまに過去何回もあるんですよね。なんでですね、今100億ドルのですね、為替スワップやってますけども、まあ、あの範囲内で収まってればいいんですけど、もうお隣って本当にもうご都合主義で、しかも厚かましいですから、もうなんかあんだけね、こう半日やっときながらですね、自分らがあかんようになってくると助けてあんたらうちら助けなあかんやろ、義務があるやろみたいな、そういう感じで来るわけですね。まあだからですね、まあ岸さんの多分ですね、迷惑はこの9月まででしょうから、長くて9月まででしょうからですね、9月以降は違う人は多分総理やってると思うんですね。まあその人の、まあ筆者の間はね、おかしくなるところまでいかないと思うんで、その次のお方がですね、総理になったらですね、その方がどう判断するかということですね。だからやわな人が総理だとですね、で助けたるかみたいになるわけですよ。もう我々がね、どんだけね、やつらからですね、やつらにこうアホな非難を受けてきたかっていうのを考えればですね、助ける義理なんかもうみじんもないはずなんですけど、でもね、やつらはですね、常にですね、日本は我々を助ける義務があるんやというふうに思ってるわけなんですよ。鬱陶しい。それを考えると鬱陶しいんですよ。安倍さんみたいな人だとね、ピンと突っ張れるんですけど、岸さんって頭の中空っぽでしょ。で、ユンさんとは個人的なですね、なんというか、つながりができてるでしょ。
いや、ほんで、しかもですね、ええかっこしいでしょ。ええかっこしいなとこだけはね、あれですね、バイデンなんかとよく似てるんですけど、そうやってええかっこしてですね、助けようとかって言ってしまう人です。まあでも9月までですからね、岸田もね。まあまあ。はい、ということで、この連合ニュースのですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。